はいどうも皆さんこんにちは、トラです。昨日あった今シーズンのランキングカップでは、無事にエリートに進むことができました。いや、前シーズンはね、チャレンジャーからのスタートとなってしまって、まあ、結構厳しかったんですけど、今回はね、最初からエリートということで、来年の1月から頑張っていきます。ということで今日はそのね、昨日行われたランキングカップの決勝で、いい試合があったのでね、今日はそれを解説していきながら振り返っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ってことでね、自分はリフレッシュなんで、リフレッシュの視点でここはどうだったから、ここは狙ったとか、そういうのを解説していけたらなと思います。で、この試合はねの、解説していくところは、終盤のちょっと手前っていうか、まあ移動アンチ手前から解説していくんですけど、今43人で、42サージが今ちょうど出てる感じかな。で、この見てもらったら分かるんだけど、まだねこう収縮しきってないんだけど、このアンチが見える。もうこの今シーズン新しくできた拡張機能っていうのにある一つの能力のフォーキャストっていうめっちゃ強い能力があるんだけど、それを使ってるから今次のアンチが見えてる感じだね。めちゃくちゃ来てる。ああ、石段上げてもいいよ。ダイヤ上げよう、ダイヤ上げるよ。あ、いいよ。そこ戦ってきてる。もう一回進める。オッケー。そう、今ここで石段上げようって言ったんだけど、今左と右にねそれぞれね移動してきた時に、同じ段に来た敵が結構いたから、もうこれ横詰まってるから結構やばいなと思って、これ断業っていう提案を今俺がしたね。上一人。ハード上げとくよ、その時に。そう、ここで資材を今レンガと鉄、要するにハードをソフィーに半分ずつ上げて、逆に俺は、木を半分もらったんだけど、まあ、なんでね自分はまずハードを上げて木をもらったのかというと、まあハードはソフィーが進行役だから、まあ進行するのにはやっぱりハードを使うから、レンガと鉄を上げて、逆に俺はリフレッシュだから、そんなハードとかを使わずに木で全然ね、カバーとかできるから、まあ、あと普通にあまりのレンガと鉄があるからね、とりあえず木を多めにもらって、その狙ったりを木を使ってやるから木をもらったね今。これ先端ロードのむずいな。しかも結構上に登る感じだからさ、ちょっと見てて山を越えるから、これログラやばいと思う。レンガスカ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 、多分それにこれ結構高い段キープし、ハイグラ超高いし、右から回れない。右はきつくね、正面でくね。意外と正面でいい。正面だったらめっちゃかぶるよ。やるしかない、いくよ。いける、レンガの上いける。センター来れない。ここ、かぶった。いける、俺の壁取ってる。そう、ここで自分が先にね、ハンマー使って前行ったから、自分がここ来てって言ったんだけど、まあここで弾がかぶっちゃった感じかな。でもハンマーはね、2人とも持ってたらもう同じ方向に大体飛べるから、もう大丈夫かなって感じで今、ここに来た感じだね。壁取ってる。これ。オッケー、シーコ買ってほしい。見て、パスでお茶け。もう一回あれハンマー使ってもいいよ。あり、うた、よし、うたない。129以下いいよ、せーの。何で入ってね、30タクシーよ。そう、これ129以下って言って、目の前がね自分も以下ってのが分かってたし、ここが今んとこ一人で結構薄かったから、サージをとりあえず狙おうと思って、そう、君今打とうって言ったね。行くよ、センター左から。後ろ俺行ってる、俺もハンマーで行ってる、オッケー、こっちロートレル。オッケー、おしゃべりさ、プリンしよう。待って、まだいけない。今来た、遅いなそこで遅いなって言ってるんだけど、まあこのデュオは正直ね、IGL 進行ソフィニでリフレッシュ俺っていう風に、まあ、言ってはいるんだけど、まあ一生別れてるけど二人で立ち回りを決めて立ち回ってるデュオだから、まあ、どっちが先ってのはまあ、そこまで決まってはないね。だから今みたいに俺が前行ってログラ取ろうとかも言うこともある。そういうデュオだね。で、今俺が先に前ハンマーで行こうって言って、
行くときにソフィニア待って後ろ打てるって言って、で後ろ打ってたから、あの移動が遅れて、あの自分が今ね、あのね、ここで狙えるって言った、そう、ここにいるパーティーが一人だったから、それをプレイでしようって言って言ってたんだけど、ソフィニアがまだ来てないから遅いなってほんで文句言ってんだよね俺が。こいつらプレイできないね、こいつら出てら、フォーカスが合ってない。そこで、ね、子供ねフォーカスが合ってないっつって怒ってるんだよ。この試合ちょっと俺怒り気味だね少し。申し訳ない申し訳ない。サージ以上サージ以上。そこで当ててサージ以上になったから、とりあえず。待ってこっちから。ソフィンに伝えて移動を優先させてるね。アンチ戻りアンチ戻りソフィン。戻り。そこでアンチが戻りだったから、そうこの自分たちの建築に戻ってきて、さっき一人って言ったパーティーが。もしかしたらこっちの同じなんで来るんじゃないかと思って、こっち来て狙い来たら案の定ここでほら来てくれて、やった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 、センター取っとくよ俺とりあえず。オッケー、センターじゃなくてもいいかいいわ、諦めていいかも。オッケー、後ろ来てる後ろ来てる。そこで諦めていいかもって言ったんだけど、あのとりあえずあのね、自分は結構先端をローグラだと意識するんだよね。まあ、ローグラはやっぱりあの先端じゃないと別のデュオが前に行って逆に自分たちが打たれる側になっちゃうから、とりあえず先端をキープすることを意識してる。ローグラでも、まあ、他の何でも先端意識するのは大事なんだけど、ローグラではより一層ね先端キープを意識してるね。で今あの言ってるんだけど、先端キープしなくてもいいかもっていうのを言ったのは、このほらもうみんな大好きハンマーがあるから、少し遅れてもねハンマーで先端また取り返すことができるから、先端じゃなくていいかもっていう判断をして狙い行ったんだけど、あのね張り替えがね思った以上に強くて詰め切ることができなかったから諦めて、でまた1回前でチャグスプ使って先端行こうとしたら、このベスパーが詰めてきた感じだね。ハンマーすかハンマーすか、先端行こう。それでここでチャグ使って先端行って、キー行って、そうローが相手だからね、もう1回ローを取って、俺なんでそういう目をやばい、早く選択してほしい。オッケー、で自分キーしかないからソフィニに進行させて、大丈夫大丈夫、待って、ナイスロいけるいける、ラブすぎる、落ち着いて落ち着いて。ここでもね落ち着いて落ち着いてっつってから、まあ文句でもないけどなんか強めの口調でねまた言ってんだよね。それ今右のやつでやり合ってるからこのセンター取れるよって言ったんだけど、やり合ってるとやっぱりあの前に進んだりする進めたりするのができなくなるから、それをねソフィニに報告してセンター取れるよってのを言ってるね。そう、ここでは今ね上を見たんだけど、そう下から上にね狙ったりして落としてリフレッシュを取れるから、それを今狙ってるね。そこで降ってきてソフィニがね囲ってくれたからやって、ブシってブシってブシってソフィニが進行役だからソフィニ取らせてる、うん、今武士は吟味すんなよって言ったんだけど、ここでねあの 武器の色とかを気にしたりするとね、あのその分ね進行したりするのが遅れちゃうから、もうとりあえず資材だけを取って先端を維持しろっていう風に言ってるね。一回止まって、そこで一回止まってって言ったんだけど、ソフィニが割られちゃったから止まらないとあのソフィニが撃たれてやられちゃったりするから、一回止まって回復しようっていう風に俺が今言ったね。40万俺。キーないキーないキーない、欲しい欲しい欲しい、失礼ないから。でここでソフィニーにキーをもらって、それ今進めようとしたんだけどアンチ入ってるからこのままで言うよ。でソフィニーがねここで落としてくれて、そうリフレッシュを挟めたんだよ。このソフィニーもねもうトリオの時は全然ご両用のリフレッシュだったから、もうねあのリフレッシュを見るところがうまいよねやっぱり。ソフィニーも先体行って先体行って、あ、俺が拾ってた、全くハンマーで先体行こう。オッケー。やばい。いやいや、いけるいける。あ、やばい、ここ。そこで弾がかぶっちゃったんだけど、ソフィニがね、空いてる弾を見つけてくれて、チャグ使うよ。弾を変えて。大丈夫。そこで一人だったから、自分が狙いって、そしたら、キル取られちゃったから、そこで、壁取れたから、ソフィニに壁をホールドさせて、自分が資材取りに行った。今のはなぜでソフィニに取り行かせんかったかというと、自分の方が距離近かったから、取られる前に、もうスピードがね、今のは取られるっていうのは、スピードが肝心だから、自分が近かったからね、早めに取り行けるから、俺が先に行った感じだね、今の。で、ソフィニにハード上げて、で、左端から先端を行って、キー27万。下狙える、下狙える。おい、ちょっと滑るよ、ちょっと一回。
そこでソフィニが、ね、今下狙えるって言ったから、その代わりに俺が今先端取りって。マジロ、右のやつ、先端取って、先端取って、先端取って、来て来て来て、先端取ってる。待って待って待って。そこでね、同じじゃの敵を今どかせたから、そのまま先端を自分がキープしてる。そうだから今自分が先端をねキープして、同じじゃの敵をどかせたから焦んなくていいよって言って、ゆっくり今ソフィニが一枚やった、ソフィニが一枚やったから、その機材を取らせて待ってるね。ソフィニと合流して、ダンゲタここに2枚ね。え、ハンマーいかん。いいよ。でハンマーで移動を試みるんだけど、そこでね、そう、これはマジでうまかった、正直これはうまかった。ハンマーで行ったらね、そう降ってきちゃって自分がね囲まれちゃったんだよ。でもこのね180度フリック完璧やった。これはこれはうまかった。でもここはもうノリに乗っちゃってね、もうあのここ正直打たなくてよかったんだけど、ここも打っちゃって、で2人やったから資材もだいぶ増えて、ユニフォロームユニフォローム大丈夫大丈夫。先端取ろう。めっちゃ下、めっちゃ今2人やって下あるから、先端を、ね、自分が代わりに取りに行ってる。あ、横来てる。開けて開けて、ここ来るよ。30開け、1枚やってる。でローグラに自分たちしかパーティーがいないから、とりあえずここは狙って、洗濯機 2v2 やと思ったんやけど、リロールするよ。俺ハンマーで上がってもいいよ。いや、落ち着いてちょっと降りてきてる。 30？そう、俺もソフィニも 2v2 やと思ってたんやけど、片方だけね、そうこうやって降りてきてやったらかっきりやったよね。だけど 2v1 で、そこで 2v1 って気づいたから、一回回復しようって言って、落ち着いてからやり行動してるね今。でも俺はもうあのもうね、そこで乗っちゃってるから、ここでもう一気に決めに行っちゃって、ここもね、もううまかったね、正直。もうこれもうまかった。横飛びで狙って、かけてやね、編集して編集して、うわすぎ、やばい、俺えぐ、俺強すぎ、強すぎ。そう、これでね、あの俺強すぎって言ってるんだけどまあこの試合はちょっと最初はね、ご機嫌斜めから始まって、まああのプレイ的にはね、調子はね良くて、まあこんな感じで自家自産しまくってますという感じでね、この試合の解説は以上となります。ということで、いかがだったでしょうか。参考になったよと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。